listening to Shibuya Cross FM.始まりました。毎週金曜日19時からの渋谷女子企画、パーソナリティのダバンプともです。よろしくお願いします。アシスタントを務めさせていただく西野美希です。よろしくお願いします。はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。さあさあ、今月も始まりましたけども、はい、始まりましたね。さあさあ、どうでしたか1ヶ月。忙しかったですか。あ、そうですね、割と前よりかは仕事するようになったんですけど。結構出てますよね。いや、ありがとうございます。そうですね、おかげさまで見てますよ。あ、いや、嬉しいですねいや、僕もですね、最近はなんと、人生初のドッキリにかかりまして。いや、待って、聞いてください。私もです。かかってたよね。かかってました。なんと同じ番組に。そうなんですよ、出てるんですよ。明日、11月10日、10日ですか。はい、19時から19時から2時間スペシャル、ドッキリグランプリという番組にね、まさかの同じ番組に出させていただく。嬉しいです、ありがとうございます。そしてこれどういうやつか言っちゃダメなんですか。まだ言っちゃダメでしょう。じゃあまあね、とりあえずお楽しみでしょう。お楽しみ。どうだったかも、まあ言ったらもう言っちゃダメ。見てのお楽しみですから、ぜひ皆さん見てください。見てください。すいません、雨上がってよかったですね。皆様ありがとうございます。今日もめちゃめちゃ多い人が来て、ね、ありがめちゃくちゃどんどん増えてる気がするんですけど。どんどん増えてますね。嬉しいですね。ありがとうございます。女性の方が多い、ね、そうですね。いつも見る顔も大体覚えてきましたよ。皆さんありがとうございます。なんか私のファンが女になんか埋もれて、なんかとてもなんかすごいおじさんがなんかちょこちょこいるみたいな。いやいや、いいじゃないですかさあ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 、はい、番組の説明お願いします。はい、ですね、さあここで渋谷女子企画、どんな番組なのか教えちゃいましょう、はい、渋谷女子企画とは渋谷ガールズプロジェクトのことで、女子の夢を応援していくプロジェクトです、はい、自分に合った事務所を探したい、ランウェイを歩いて注目されたい、自分の作った曲を世界中の人に聴いてほしい、あなたの夢を世界中にどんどん発信しちゃいましょう、女子のやってみたいことをテーマにした参加番組、うん、今後のために勉強中の子たちを応援していきます、はい、さらに今も活躍中の素敵なゲストさんも出演していただくので、成功するためのヒントをこっそり聞いちゃいましょう。はい、今日はビューティートークコーナーがお休みで、トモ、うん、さんのコーナーです。はい、ダパンプトモのゲストと対決、ご機嫌だぜのコーナーです。お楽しみに、はい、そしてですね、ここでちょっとツイッターでも告知したんですけど、はい、重大発表が2つほどございまして。なんだ。まず1つ目なんですが、はい、渋谷女子企画のゲスト枠争奪戦のイベントが始まります。おー、なんと、来月のね、12月のゲスト枠に出演していただきしたい、出演したい方はぜひ ご参加ください。本日のちょうど19時からショールームにて応募の受付が開始されました。じゃあもう始まってるんだ。始まりました。始まりました。はい、応募期間は今日から、12月2日まで、イベント期間は11月23日から、12月の2日までとなります。で、応募条件などもありますので、ぜひショールーム にてチェックしてみてください。まあね、これもしかしたらね、この中からゲストとして来るかもしれないからね。出れるかもしれない。私もショールームのそういう対決みたいなやったことあって、ある1位になったことあるんですよ。そうなんですか。でもね、これね、本当にショールームめちゃくちゃ配信して、はいはい、めちゃくちゃ頑張れば出れます。出れるよね。もうみんな夢を諦めずに。そうだね、頑張って頑張ってというね、ことがね、はい、1個目なんですが、はい、もう一つは、そしてそして2つ目なんですが、先日から お伝えしていたヨネックスさんとのコラボ商品、スノーボードの板、現物を持ってきております。じゃあ、さあ登場します。こちらでございます。なんと完成してました。見えますか。ね、渋谷女子企画の MC で話し合って作ったものです。見えますかね。大丈夫ですか。さあ、僕もね、このヨネックスの展示会に行ってきたんですけど、もうものすごい、やっぱヨネックスは物がいいので、この板自体の質がめちゃくちゃいいです。そしてこのね、キャンバーってモデルなんですけど、はいはい、これは初心者の方も使いやすい柔らかいモデルになってますので、うん、ぜひぜひこれから始めたいっていう女子、私やったことないんで、ね、まだやったことない、はい、ぜひ今年の冬はもうヨネックスのスノーボード、渋谷女子企画とコラボしております。そしてポイントなんですけど、この、はいはい、渋女のところに、ねね、これなんて言うんですか、QR コード、QR コードがついてますので、はい、これを QR コードリーダーで読み込むと、なんと番組のツイッターに飛べるという、なんと便利な、とんでもないこう、ね、策略がここに入っておりますので、はい、ぜひみんなやってみてください、はい、
ください。そして、ね、こちらの板なんですけども、ヨネックスを扱っている300店舗ほどのところで購入可能となっておりますので、ぜひね、あの行ってみて、あ、これ本当にあるじゃんみたいなところから、あのスノーボードを始めたい 人は、ね、ぜひとも、ね、デザインもすごい可愛い、可愛いですので、ぜひともやってみてください、はい。そして応募方法なんですが、はい、これがね、あの番組ツイッターでちょっと告知していきますので、ぜひそちらの方もチェックしていただければ。応募方法は番組ツイッターでやってきますけど、そこからね、なんとなんとなんと、このスノーボード現物1名様プレゼント。おー、欲しい。これは欲しいですね。欲しい。なんとプレゼントしちゃいますので、そちらの方も番組ツイッターでチェックしますので、応募方法 などなので、あのツイッターの方チェックしていただければ、これもしかしたらもらえるかもしれない。いや、もらいたい、もらいたいですよね、はい。ぜひともチェックよろしくお願いします。お願いします。さあさあさあ、はい、この番組では皆さんからのメッセージも番組公式のツイッターとインスタグラムで募集しています。ぜひ渋谷女子企画を検索してみてください。みんなのメッセージお待ちしてます。はい、よろしくお願いします。お願いします。ん、あ、はい、そして本日のゲストは、バズから、はい、ゆうじさん、清水健太さん、けんすけさん、ゆうせいさんにお越しいただきます。それでは7時50分までのお時間、お付き合いをよろしくお願いします。渋谷女子企画、この番組はキレイをサポートするジェーナグループがお送りします。それではお聴きください。オープニング曲は仮面女子でセクシーラビット。渋谷女子企画、この時間はバズのゆうじさん、清水健太さん、けんすけさん、ゆうせいさんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。来たよバズ。よろしくお願いします。来たね、はい、やっと来たよ。来ました。何回かオファーしたんだけどね、何回か断られてみたいな。いや会うたんびに逆にね出たいですよって。そうですよね。まずはちょっと自己紹介いってみよう、はい、お願いします、はい。バズのけんすけです。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、バズのゆうじです。よろしくお願いします。はい、バズの健太です。よろしくお願いします。はい、
ゆうせいです、よろしくお願いします。お願いしますお願いします。さあさあ、まあ僕らはよく会ってますからね。そうですね。どういった仲なんですか？こちらまあ事務所の後輩ですね、完全に。あ、そうですね、完全なる後輩ですね。じゃあもう今日はとてもガチガチに緊張されてる。もう、はい、大丈夫でしょう。いやそうどれぐらいの先輩なんですか？もう大先輩ですよ。スーパー大先輩ですよ。僕たち自身がまだ1年目なの で、 あ、 で、ね、あれまだ1年目だっけ？2年目に入ってますから、はいはい。じゃあもうね、今日は失礼なことのないように、はい、大丈夫ですか？そうそうそう。いやでもね、俺はそんな圧かけたことないから本当にほんわかやってますから、本当に。いやでもそうですね、いつも会うたびにすごい優しく。そうでしょ、はい、で今日仲いいんですか？まあ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 仲いいです。ケンタがでもケンタ一緒に飲みに行ったりもします。そうなんですね、ご飯連れてってもらったりとか、まあ、ケンタご飯行ったりね、飲み行ったりね、よくね、はい、ここ3人は一回もないんですけどね。まあ俺ケンタビーキだからって。あーありがとう、期待だー。ありがとうございます。ところで何しに来たの今日は？いや今日はですね、あのバズ実は12月から初のツアーが始まりまして、そちらの方の完全なる宣伝でございます。いや素晴らしいね、はい、なんかね、あの俺のとこにちょこちょこってきて、はい、トモさんちょっと一回出させてもらっていいですかそう宣伝させてもらっていいですかっての来たからさ。いやいいことですよ、やっぱり、はい、ツアーですよね。そうですね、はい、初日が、横浜でしたっけ？そうです、はい、12月14日に横浜のベイホールで、ベイホールでその後繋がっていくのかな。そうですね、12月29が、千葉の柏パルーザさんで、はい、で年明けまして1月12日が埼玉の、うん、ヘブンズロック埼玉新都心、はい、はい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 、まして、なんか1公演ずつちょっとテーマを変えようかなみたいな話してて、横浜がクリスマス時期が近いっていうことでクリスマススペシャル で、 で29日の千葉が忘年会スペシャル、わっしょいだね。12日が新年会スペシャル、わっしょいだね。結構わっしょい、わっしょいですね。1個ずつちょっと内容も変えてできたら。じゃあ、1個見に行くんじゃなくて全部見に行ってもいいぐらいってこと？そうですね、確かに全部違うってことですもんね。全部違います。そうです、行かなきゃいけないですね、はい、今日はあの人多いからね、はい、あのバズの人気すごいなと思って。いや確かに本当すごいですよ。ありがとうございます。ここに来てる人はみんな見に行くわけでしょ、だってこのライブをね。見に来てくれるんですかね。あ、よかったよかった、来てくれる、ありがとうね。そのつもりで、ね、いや、ありがとうございます。嬉しいですね。嬉しいです、ありがとうございます。まあ、まあそうですけどね、はい、あの4人はさ、はい、どこで出会ったんだっての俺聞いてないんだよ。あ、すごい気になるかも。か皆さんおいくつぐらいなんですか？ケンスケが全部説明します。なんで人に喋らせるんだよ。言うのかと思って。僕が、21歳でした、はい、今年22になる年で、はい、で僕の実は後ろにいるのが実の兄貴で、そうですよね、二個上で24歳になります。あ、若めで、うん、でここが同い年で、ユージが24で、うん、で最年少のユーセイが11月5日なんで4日前に20歳になりました。おめでとうございます。20歳なっちゃいました。やったね。もう 0.1 ミリ大人になりました。そういうことですね。ありがとうございます。 0.1 ミリの今よくわかりませんけどね。ちょっとずつ、それはよくわかりませんが、いいですね。20歳になってなんか変わったこととかあるか？見える景色 の、 あの色のトーンがちょっと落ち着きましたね。絶対嘘ですよ。本当にそんな変わんないよ。絶対嘘です。絶対嘘。え、ミキちゃんいくつだっけ？私19です。 19！ じゃあそろそろ見える景色変わるかもしれない。あと半年で見える景色、今見える色とちょっとサイドが変わってきます。サイドが落ちます。でも俺ちなみにユセイが20歳迎える瞬間、はいはい、メンバーみんなで行ってました、はいはい、15分前とかになった瞬間、ユセイが急にベランダ出たいって言って、うん、星を見させてくれって。どうしたロマンチックかお前。これ10代最後の星を見たい。なんだそれ。外見てくるわ。俺10分ぐらい一緒にこうベランダ出ながら、うん、違うんですよ、緊張しちゃって、うん、何が20歳になるのに、なんか大人になるじゃないですか。なんでやねん。緊張が止まらなくなってベランダで星を見ようとしたらめちゃめちゃ曇ってました、ね、曇ってたね。星がない星がないね。それも、まあ、ついてなかったねそれはね。いやでもまたそれもエモくてよかったです。エモい。エモ何エモい。エモやもう、じゃあ詳しくは彼女が。あーもうやっぱエモいわ。エモさが、私もわかんない。若い人がよく使う。なんでしょう、なんかエモいエモいはなんかやばいみたいな感じですよね。もう何でも使ってますよね、今の若い人。なんか、懐かしいじゃなかったですか？エモーショナルだから、ちょっと感情的というか。そういう意味なんだ。おじさん全然ついてこれてないですけど、大丈夫ですか？やべ、感慨深い感じというか。温度差全然違うね。今日はトモさん、3回エモい使うテーマで。俺が？そうですね、俺が。ぜひお願いします。ちょっと違かったら拒否するんで。オッケー、じゃあエモいをちょっとぶっ込めたら。頑張ってください。
なんでそれエモいって。エモかったですね。あれですね、その結成の出会い、出会いそうだよ、それ全然言ってくねえじゃん。すいません、どうやって出会ったのをさ、それはゆうせいが話してくれて、俺なんで全部言うの。これはですね、はい、まあ、例え話になっちゃうんですけど、はいはい、西遊記という物語があるの、うん、ご存知でしょうか、うん、三蔵法師というお坊さんが旅に出かけるときにやっぱ仲間が必要だと、うん、でその時にやっぱ仲間を一人一人集めていくんですね、うん、で三蔵法師はまあ健介になるんですけども、そうですか、まあ、健介さんのまあ一番弟子というところにまあ兄貴がいて、うん、兄貴が一番弟子、兄貴はもう孫悟空でございます。孫悟空ですね、ウキウキ言ってまして、はいはい、絶対に強いです。おその次に、うん、カッパの佐護城、佐護城もうユージさんが、うん、カッパね、はい、カッパで、うん、で、超八海の豚さんに僕に出会って、うん、さあ、うん、さあ、いざ天竺へという感じですね。どういうこと例える意味全然例える意味ありますね。今のは僕のミスですね。彼にパスした僕のミスです。そうだね、これは、まあ、要するに、はい、もう、仲間が集まったっていう、そういうことです。友達だった、そうですね、友達で、はい、そのままこう一緒にやろうぜみたいな感じ でもそういうのが一番いいと思うよ俺、出会いとしては。そうですね、なんかこうさ、はい、ね、わからないですけど寄せ集められてさ、ね、やるというよりはもともと知ってる奴らが、うん、こうね、歌とダンスを目指していくっていうのもいいことなんじゃないですかね、はい、僕らもそうですしね、またパンプさん、パンプさんっていうかパンプもね、はい、もう一言になっちゃったけどじゃあね、早速、うん、その曲をね、曲の方、もう時間ですか。もう時間です。早いじゃない、早い。もっと喋りたいこといっぱいあったのに。いいじゃないですか。いやいや曲流してくださいよ、せっかく。開けようよ、はい、じゃあちょっと紹介お願いします。はい、聞いてください。バズでわがままなメロディー。Shake that body for me, shake that body for me, shake that body for me, okay. Oh yeah, o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 h yeah. Shibuya Girl Project.ジェーナグループがお送りする渋谷女子企画、この時間も引き続きバズのユージさん、清水健太さん、健介さん、ゆうせいさんにお話を伺っていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、さあさあさあ、さっき喋りすぎだよ、ほんと止まんないっすねこれ。止まんないよ、はい、今日なんですけど、はい、なんと撮影 OK ということが、うん、出ております。そしてですね、ハッシュタグ、渋谷女子企画をつけてバン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 拡散していただけるとすごく嬉しいので、よろしくお願いします。お願いします。はい、しゃべりすぎたバズさん、はい、2ブロック目来ましたよ、はい、はい、そうなんですけど、はい、言いたいこといっぱいあったでしょ。ありましたね、あったんですけど、はい、もうそれもうカット、はい、時間がね、思ったよりないですから、時間ないんでカットです、はい、なのでダパンプとの関係をちょっとね聞きたいなと。気になるな、これは。だってもうね、先輩後輩の関係性ですから。そうなんですよ、はい、やっぱね、バズから見たダパンプってどういう風に見えてんだろうなっていうのは僕ら気になりますので。まあどうでしょう、一言で言えば怖え。嘘だ。なんていうんですかね、怖いんだ。中1の時に中3の先輩見た感じというか。だとしたら、だとしたらだいぶ怖いね。怖いです、怖いです、怖いです。どういうとこが怖いんですか。そうですね、言葉選んでますね、これ必死。まずやっぱ一番のリーダーじゃないですけど、やっぱ一茶さんを筆頭に、はい、うん、やっぱこう、なんていうんですかね、こう、まあやっぱ帽子取って挨拶しちゃいますよね。それも基本だろう。あ、基本なんですか。基本なんですけど、それは誰にもやらないけど、まあ、誰もそうなんですけど、なんか、まあ、健介がやっぱそこはうまく言ってくれるんじゃないですか。すぐ人になすりつける。まあ、なんかでもあれっすよね。じゃあもうあれだよ、誰が一番怖いか一人ずつ言ってもらおう。一人ずつや、これ、はい、じゃあ健介。僕はですね、これ、はい、怖いイメージ、イメージ、怖いか怖くないか分かんないけど、イメージ、はいはいはい、うん、僕は大地さんですね。あ、大地だ。意外、意外だね。なんかこう、フランクなんすけど、うん、なんかこう、ちょっとなんか人見知りな感じというか、あ、なんかこう大地自体がね、不意に一対一で会った時にこうどう言っていいか分かんない感じが。多分ね、大地ね、一番年下なわけよ。だから後輩だから、そうっすよね、後輩に対する後輩のなんかちょっとあんまり分かってないのかもしれない。なるほど、後輩気質なのだよ、あの人自体が。
あの怖いっていうよりなんかこうどういう感じで接してればいいかね。接し方がわからないみたいな、はい、攻略していこう。それも攻略していきたいね。さあ次健太。俺今は怖い人いないんですけど、うん、それすごくない？もともとやっぱトモさんとかすっごいこう怖いですか？いや第一印象ですよ。まだ喋ったこともない時とかはあいかついなと思ってて喋ったらめっちゃいい人みたいな。あでもわかります。私も今回で3回目なんですけど、はいはい、初めて会った時は髪型とかもあるのか、あのちょっといかつい方なのかなと思いきや、うん、なんかもう優しさで溢れてる。いや本当にこの素敵な笑顔っていう感じ。本当にねよく言われるんです怖い怖そうとかさ。え怒ることあるんですか人に？怒らない。ああもう怒らなそうだもん。怒ってるの見たことないですもん。あそうなんですね。ギャップ萌えですね。じゃあ今は大丈夫ですか？今はもう誰も怖くない。トモさんももう本当に克服してる、攻略してる、はい、え、イッサさんは？イッサさんもすげえ優しい。本当にイッサ君は一番優しいでしょ。優しい、ね、いや俺は一番イッサさんが怖いんですよ。怖いの？怖いんですけど、うん、一番マメじゃないですか。まあそうだね。あのインスタとかにいいね一番くれるんですよ。優しい、めちゃくちゃ優しいじゃないですか。すげえみんなうなずいてるけど、はい、うんうん、あのギャップが一もうなんかもうだかそこはやっぱさ、ヘントなイッサのさ、はい、魅力の一つなんじゃないですか。間違いないっすね。そうですよね、あのギャップね。まあ、オーラを出しつつ、めっちゃオーラ出すじゃん。すごい、すごいですね。なんだけど、ね、なんかこう、いいねとか、かわいい、かわいいことしてくれるじゃん。そうなんですよね。そこやっぱね、そういうとこ見習おう。はい。兄さんのさ、はい、俺の兄さんでもあるんで。はい、ああ、そうそうなんですよ。そうそうそう、すみません、僕が先に言っちゃって、勝手に言ってきたね。すみません、順番ありました。一応こういう順番だったんだけど、言いたくて言いたくて、すみません。まあまあ、ね、はいはい、僕はまあそう、じゃあ、ゆうせい、はい、どうぞ。僕はそうですね、ゆうやさんですかね。あ、ゆうや。寡黙な雰囲気と言いますか。確かにね、うん、結構近寄りがたい雰囲気はありましたね。そうだね。なんていうんですか、学校の怖い方の体育の先生みたいな。ああ、そういうことね。ゆうやはね、本当にそうだね、寡黙なイメージだからね。そうだね、うん、どうしようかな、みたいな。でも、しっかり笑顔で挨拶をさせていただいてます。とりあえず、はい、させていただいてます。だんだん声ちっちゃくなってた。なんだよ。でもなんか、名前が似たような雰囲気って僕感じ、勝手に感じちゃってて。あ、それね、ユーでハイフンのイエーじゃないですか、うん、僕はユーにハイフンにセイッなんで。だよね。結構パクったなって思われてんのかなとかも思いつつ、あのね、それはね、俺ユーヤに確認したことあって。あ、やばいやばい。ユーセイあれさ、ユーヤにこれ寄せてきてんじゃねえのって話して、したらユーヤも、はい、あれ寄せてきてんなって。やばいやばい。実際のとこはどうなんですか？これたまたまなんですけど、その名前を決めた日に、うん、ちょうどダパンプさんの名前とかもいろんなアーティストの方の名前を見させていただいたときに、うん、あれゆうやさんがあると思って、うん、その初日に気づきましたね。でももう変えようとは思わなかった。思わなかったです。あれだよね、もともとなんか違かったんだよね、表記が。最初は一文字で、はい、米で、うん、ベイっていう名前で。これ初めて多分、はい、多分知らないです、皆さん、はい、これ初出し、はい、これ、名前ね、本当ですからね。マジですからね。僕、ベイで行こうと思う。それは社長怒るっしょ。あの速攻、なんだこれは。そらそうでしょ。意味がわからない。なんだ米だって。ベイ、ベイ、俺は明日からベイで行こうと思ってたの。いや、思ってましたね。なんでやねん。なんか本当にかっこいいかなと思って。かっこいいかな。多分ベイにしたら5年後ぐらいにマジ後悔する。じゃあ今のでよかったね。よかったね。優勢まだ優勢でいいんじゃないですか。ありがとうございます。まあじゃあそれということで、ダバンプ攻略していってほしいんですけどもね。はいはいはい、僕バズのライブ、はい、結構好きで。ありがとうございます。逆に。ありがとうございます。みんな見たことあります？バンド編成で、バンドを引き下げて引き連れて引き連れてね、前で歌って踊るんですよ、はい、バンドも一緒にいて。そうなんですよ。でちょっとバンドも踊ったりするんだよね。そうなんですよ、はい、すごいすごいかっこいいんですよ。ありがとうございます。見に行ったことない。ぜひ行きたいです。いや来てほしいです。やりますもんね。だってあ、そうですね。ぜひ来てください。あ、もう参考へとも全部招待するんで、無理やり無理やりあ、じゃあもうちゃんとお金も払う。いやあ、じゃあ、うん、お言葉に甘えて無料で。早えなおい。切り替え早えなおい。もう本当にめちゃめちゃかっこいいの。マジで曲も良くて、曲とかってあれ誰が作ったりしてんだろう。みんなで作ってますね。みんなで作ってるんだ。みんなでやります、はい、誰かがバンドが担当してるとかじゃなくて、こっちで。今のところ基本ボーカルで作ってて。あ、こっちで作ってんだ。はい、そうですね。すごいね。なんか大体誰かが、例えば健太とかが、はいはいはい、大まか持ってきて、土台持ってきて、それで
肉付けみたいな。じゃあみんなでそう肉付け、うん、足つけたりとか、はい、でもさ、それにバンドサウンドが乗っかるわけじゃん、はい、めっちゃ豪華だよそれ。そうそう、羨ましいよね。その分あの一曲作る時間めっちゃかかりますけど。そうだよ ね長いっすね。すごいよね、本当にコーラスも作って、うんうんうん、でバンドのそうだよねアレンジとかもあって、うん、その分大変なんですけど、その曲をまた、うん、聞いちゃう。あ、そうですね、はい、お願いします。曲を、そうですね、じゃあ曲紹介お願いします。はい、聞いてください、バズでハングオーバー。さあ始まりました、ダパンプ友のゲストと対決、ご機嫌だぜのコーナー。イエーイ、ご機嫌やってきたよ、はい、バズさん、はいはい、対決しましょうよ。対決、はい、対決大好きです。はい、最近ちょっとやってるゲームなんですけど、はい、USA ゲームというものがありまして、はい、知ってますか。もちろんです、もちろんです。あの歌に乗せてあるあるを言ってくる、はいはいはい、ゲーム、これをやりたいと思うんですが、はいはい、まあ、負けた人は、はい、ケツバットですよ。あ、痛いんですよ。ミキちゃんも最近食らってますから、2回連続ますよね。2回連続食らってます、はい、毎回食らってますから、今んとこめちゃくちゃ負けた、弱いそうですよ、めちゃくちゃ食らってます。めっちゃ痛いかった、痛いんですよ。前回が一番痛かった。前回痛かった、うん、俺がやったんだっけ。ジンジンした、ジンジンしたジン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 したなんですが、はいはい、USA はもう皆さんできますから。確かにね、あのお題を変えようっていう話をして、あの P の方がお題出してくるっていうんで、はい、ちょっとお題見てみましょうよ。了解、これも完全即興っすもんね。即興お願いします。ででん、ライブあるある。ライブあるある。え、待って、いい、もう行くよ。え、ちょ、あ、そうですね、これ順番どうします。俺から行くって、はい、こう回して、うわ、こう回して、結構やばいじゃん、私。そうだね、はい、でも考える時間があるから。そうですね。で、チーム戦ということで、バズは連帯責任です。もちろんです。大丈夫ですか。チームチーム、はい、うん、で、うちらは2人チームという、はい、了解です。え、じゃあ私が2人とも食らうってことですか。そうです、負けた、マジか、チーム戦ですね。チーム戦です、連帯責任。何週これ、ライブ、大丈夫ですか。はい、行きましょう。行く、行きましょう、もう考えない。 OK です、OK です。ライブ、ライブ、ライブ、行くよ。はい、せーカモンベイビーライブ、衣装で汗ビタビタ、はいはい、カモンベイビーライブ、水を飲むタイミングなくなる、はいはい、カモンベイビーライブ、一列目は見れない、おー、カモンベイビーライブ、緊張してなくてもめちゃ手震える、はいはい、カモンベイビーライブ、リハーサル長引くと気まずい、はい、カモンベイビーライブ、コールの数気にする、おー、カモンベイビーライブ、前にセットリスト貼ってある、あー、カモンベイビーライブ、歌詞が全然出てこない、それダメですか。カモンベイビーライブ、バンドの人とめちゃぶつかる、カモンベイビーライブ、あの靴のサイズちょっと大きい方が結構踊りやすい、カモンベイビーライブ、女の子がいると基本テンション上がる、カモンベイビーライブ、カウンストになってる。確かに、ちょっと P の方から罰出たんですけど、誰が罰だったんだっていう。あ、もうこれ P が、ゆうせい君、 P… 今言ったよ。あ、これちょっと待ってください。何、多数決ってことですよね。そうだね、罰わかるよな、これ。そうだな、やべえぞお前。うわ、そんな絶対ダメだよ、そんな絶対ダメじゃん。完璧だったよ、割と、うん、割と完璧だったよね。俺絶対負けっから、これ多数決だったら。じゃあ、行きます。いや、いや、ダメダメ、 P 決めて。はい、誰負け、今の中の負けだよね。靴のサイズ。あ、じゃあ、誰だよ。ゆうせい、おい、負け1。普通に喋ってたもんね。そうだね。いや、ちなみに靴のサイズでかい方が踊りやすい。僕あの爪に物が当たってると嫌なんですよ。うん、爪に？あるあるじゃないんじゃないですか。なんでちょっと大きいサイズの方が個人的に嬉しいなっていう。個人的なあるあるじゃない。個人的はブー。そうか。はい、ダメです。はい、みんなのあれ。お題が、はいはい、はい、まず負け1年。ごめん、みんなごめん、本当ごめん。全然出てこない。本当ごめんね。大丈夫。さあ、第2回戦、お題はドン。
コンビニあるある。もうオッケーです、もう行きましょう行きましょう。もうコンビニあるある。コンビニあるある。もう行ける、もう行ける。オッケーオッケー、行くよ、はいはい、俺から、はい、同じ周り行くよ、はいはい、お願いします。せーの、カモンベイビーコンビニ、ついついおにぎり買っちゃうよね、はいはい、カモンベイビーコンビニ、パジャマでいっちゃうよね、およカモンベイビーコンビニ、めっちゃ立ち読みしている人いる、おカモンベイビーコンビニ、揚げ物食べちゃうよね、はいはい、カモンベイビーコンビニ、最近店員さん買ったことを、カモンベイビーコンビニ、おでんと言ったらセブン、カモンベイビーコンビニ、荷物がたくさんあるね、待って、どういうの。これは勝ったでしょ。おでん取られたやつですね。おでん取られたんだよ、今直前で。これは勝ったでしょ。完全っすね、これは。確かにおでんはセブン、ね、おでんと言ったらセブンですよね。確かにそれは分かる。俺この時期おでんだよねで行こうとしたんだけど荷物が増えちゃう。どういうこと。荷物が増えちゃう、どういうこと。何言ってるか分かんねえよ。とっさすぎて、とっさすぎて。まあ今1対1ですね。1対1。いやちょっと、あれこれ何回戦あるんす。コンビニもう一回行きますよ。もう一回行こうか。コンビニ、はい、コンビニ違う方がいい。違うやつ行きます。違う。Pあります。あります。あら、ありがとうございます。違うお題あります。これ思った以上に難しいな。おい、うわー。怖え、怖えよ、怖えよ。清水源介、怖え。大丈夫ですか、行っちゃって。行け、行きます。おい、ホームラン。飛びましたね、だいぶ。やったな、この野郎。あー、謝れ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 。大丈夫です。次じゃあミキちゃん行こう。後で土下座のやつだ。ケンスケ、ケンスケ、一応女性だからね。そうだよ、そこだけ分かった。フルスイングで行け。フルスイング、いや女性だから。いや待って、怖い。ちょっと待って、やばい。若い子、若い子。いけるよ、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 いけるよ。いやだ。どんどん、どんどん行こう。いいよこれは。ケンスケすごいビビるじゃないですか。さあどうでしたか。ケツバットする方、感想の方をケンスケする方はどうですか。こんな機会じゃなきゃできないですよね。先輩と女性にケツバットするなんてことは、やばいね。まあないですか、ちょっと貴重な経験を。今日俺ツイッターに書くからね。めちゃめちゃ謝っとこう。やられた、バズにやられた。めちゃくちゃ炎上しますね、これは。ケンスケっす、バズじゃない。ケンスケ、ケンスケだけだ。ケンスケだけ。一人だけ、一人さあ、ミキちゃんのリアクションの方もね。いや、すごかったっすね。本当に私、毎月毎月ケツバットばっかされて、もう、はい、もう多分、来月とか半年後ぐらいにケツなくなりそうですよ、もう本当に。なくなる。なくなる。もうかけてく、どんどん、毎月。さっきトイレでやっぱリハーサルしてたじゃないですか、リアクションの。はいはい、いや、すごいなと思って。トイレでリアクションしてないでしょ。すごリハ通りでした。リハ通りでした。仕事通りでした。してないでしょ。なんでトイレでリハーサルするんですか。本当にもうね、はい、こんな機会じゃないと俺らにね、はい、俺らにやることないしね。いやいやいや、とてもじゃないですけど、できないですよ。素晴らしいですね。若さゆえの勢いですか。いや、じゃあ、もうケンスケ。いや、ケンスケ。僕たちは、まあ、早速、楽しかったですよ、はい、楽しかったですね、はい、ということで曲に行きましょうか、はい、思います。じゃあ、はい、曲紹介お願いします。それでは聴いてください。バズでヴィーナス。ガールプロジェクト19時から始まりました渋谷女子企画。お別れの時間が近づいてきました。では告知をお願いします。はい、先ほども言いました、バズ初のツアー、バズイーストバウンドツアー2018-2019というのが、12月14日、12月29日、1月12日に、ありますので、そちらの方ぜひ皆さんチェックしてほしいです。そしてあと YouTube にて本日金曜日に、毎週金曜日上げてるんですけども、うん、はい、ヌーディーバズフライデーというドキュメンタリーが今日も8時に上がるので、はいはい、そちらの方もぜひチェックしてほしいなと。番組終わったら上がるってことですね。そうですね、いいタイミング。はい、あと15分
分後に上がります、はい、詳しくはあのバズのツイッター等に、載っておりますので皆さんぜひチェックお願いします。はい、お願いします。お願いします。お願いします。俺ですか？はい、まあでもイベントちらほらあるんですけど、まあダバンプのホームページをちょっと見ていただくっていうのが一番早いかなと、はい、あとテレビなんかもそう、ドッキリもね、そうですね、明日僕ら一緒に出るやつ、明日の19時から、はい、まさかグランプリ、まさか俺ドッキリかかるとはさ自分でも思わないじゃん。やっぱちゃんと引っかかるもんなんですか。がっちりくるから、へぇ、まあね、どうなるかぜひ見てほしいのと、お楽しみですね。あと私は、はいはい、来週の火曜日に放送される、夢なら覚めないでにまた出演させていただくので、うん、今回はですね、はい、第2の〇〇っていう枠で出させていただいてて、私は第2のまゆゆとして、まゆゆ、はい、はい、まあそうですね、第2のまゆゆって感じで出させてもらってるので、ぜひ来週放送されるのでぜひ、はい、で、あのね、このここで前 USJ 一緒に踊ったじゃないですか、うん、はいはいはい、あの映像も使われてるので、あ、マジで、はい、ぜひ嬉しいですね、見てください。ありがとうございます、はい、さあさあさあ、本日はどうでしたか、感想。最高でしょう。軽いな、おい急に遠くから軽いな、おい遠くからポーンと行っちゃいました。ポーンと来たね、どうでしたか。いや、また来たいっすね、なんかすごい喋り、もっと喋り足りないっすね、もう結構時間早いでしょ、うん、早い、ね、2時間半2時間欲しい、ね、2時間大丈夫、バズで2時間半いけます。半いける。どんどん長くなる。優しいお客さんだよ、本当に。いや、いいですね。でも、あの、やっぱ事務所の後輩だとこっちもやりやすいですし。確かに、関わりがあるとね、エピソードもありますね。普通に本当にわちゃわちゃしてる感じが、まあ、ここの魅力でもありますので、はいはい、こんな感じでまた来ていただければいいかなと。ぜひよろしくお願いします。思ってますよ、本当に。どうでしたか、勝本さんは。いや、だからね、仕事をちゃんとこうやってするのは、初めてかもね、単体で、はい、なんかね、ライジングのフェスとかでこう、うん、会ったりはするけど、はいはい、こういうところで会うのはまた新鮮だし ね、 そうですね、みんなのこう良さというかね、うん、またあこいつこんなやつなんやってるのも分かってくるしね徐々にね、うん、大丈夫ですかね、原点ないですかね、今日で今日の原点はね、ユージがね、人に振りすぎだいや、本当、それ、毎回そうなんですか。MC とかそうかもね、ライブ、なんか、ね、突っ切ってって見えなくなったらはいみたいなもう最悪やん、特攻隊長で困ったら誰かみたいな、いつも来るでしょ、大技術を大体、今日の雰囲気見たらそうだなと思ってすぐ健介に俺パスする、いいですね、そういうとこあんなそう、だから君に怒られるんだよそうですね、君さんに、はい、もういつもお世話になってます、はい、君高さんにはもう怒られる、はい、君坂さん、君高さんには、君高さん、君高さんにまた怒られます、怒られるまた怒られます、また怒られちゃう、誰だっけって言われるでしょ、いやいや、コージとか言われるんですけど、コージとかね、ユージなんですけどね、うん、その下りもう何遍も見てから俺もうパンプさんのファン、多分本当にコージで覚えてる人いそうっすよね、いや、確かにユージですからあの方とかね、あのコージって呼んでくるんですよ、はい、コージ、コージって、やめてあげてよ晒すのやめたりすごい恥ずかしがってるからもうそうだよ本当に、ね、たくさんの方来てくださって、はい、そうですね、本当に、まあ、もう雨も止んで、止んでよかったね、はい、すごいですよ、でもこの人数結構だって、そうですね、もうだってね、出ちゃってるもん、うん、はみ出ちゃってるもん、一番多いんじゃないかな、本当ですか、いや一番多いですよ、そんぐらいだよ、みんなにありがとう言ってくださいよ、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、サンクス、ファンの方すごいです、だってなんかちょっと手振っただけでもキャーみたいな、本当ですか、うん、ほらすごいよ、なしが良かったんすか、いやいやいや、もう優しいからや真面目だからやってくれてんだよすごいな、そういうこと言うんじゃないよありがとうまあまあ俺はね、やっぱ今日絡んでみてね、ケンタだなってやっぱ思った、ありがとうございます、バスの中で変わらず、変わらずか、やっぱね、今日の、うん、まとめとなりますけどまとめ、ケンタ派だよかった、いろいろ関わってみて、やっぱケンタ派かなと思って、ありがとうございます、もう今後ともよろしくお願いします、うん、僕じゃダメですかもうゆうせいがどえらい顔で見てんだけど僕じゃダメ感がすごいんだけど、二十歳になったんで、ぜひ飲みに連れてって、確かにそうですよね、はい、そうだね、ぜひお願いします、確かに全員で行ってください、あの 僕, ちで、あ、僕の家で飲みましょうか、じゃ あ, あ、お願いします、お願いします、あ、やばいですね、まあ大体こういうのって叶わないですけどね、いや、僕らの積極性えぐいです、あ、そうなんですか、勝手に家行くみたいな全然あるやばい、もうそれ結構やばくて、帰ったら俺んちの前に家で待ってる待ってるパターンだよ、
でも今日のあのね、三蔵法師のくだりはちょっとどうかな。あれはちょっと意味がわからない。本当に意味がわからなかったですか。なんでそれ、毎回お決まりとかじゃない。いや、全然お決まりじゃなくて、多分メンバー一と意味がわからなかったさ。なんか今、パッとそう思っちゃって。まあね、はい。なんかちょっと変わってる。だからやっぱあのね、末っ子ならではのこの ね、結構フィーリングで生きてるもんで。まあそういうとこあんだよ。こういうとこですよね。こういうとこなんだ。こういうとこなんだ。今のちょっと、悪くないっすね。悪くない。好き、かなり。かなり。点数高めっすね。あ、いいですか。こういうお兄ちゃんたちがいるので。なんだよ、バズ低いな、点数。あれ、基準低いな。身内に優しい。身内に優しい。ご機嫌だって、もうちょっと大きい声で言うぜ、これは。ちょっと今ミスりました。振りが聞こえる。今赤いっすもん、俺。もうね、こんなわちゃわちゃしてるバズですが、本当にね、12月のライブ、ぜひ本当にみんな行ってください。お願いします。マジでいいですから。ありがとうございます。今、ライジング一押しの、一押しのアーティスト、次はバズが来るって言われてる。本当ですか。本当ですか。なんか聞いたことないですけど。俺が言ってるだけなんだけど。ありがとうございます。俺ケンタによく言ってるんだよ。いつも。あ、本当ですか。本当に言ってもらって、父さんに。それ言って、俺たち言って。なんで自分の胸にしまうの。メンバーに言ってよ、それ。しまい込んでる。しまい込んでんだね。まあね、ぜひとも皆さん、ライブ行って、見に行っていただけたらいいなと思います。はい。時間ですか。残念ながらですね、お時間になってしまいました。あらららら、今日のゲストは、バズのユージ。清水健太、健介、雄星でした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、さて来週のゲストは岩永はみさんと北谷由紀さんの回です。はい、ゲストはオスカープロモーションからお笑い芸人のバーゲンセールのお二人にお越しいただいています。はい、はい、渋谷女子企画、この時間はキレイをサポートするジェーナグループがお送りしました。本日もご観覧ご視聴ありがとうございました。ゲストのバズの皆さんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。みんなありがとうね。ありがとうございました。たくさんの方が。これから寒くなるけどまた来てね。確かに来月もお願いします。ちょっと早い。早いですか。こっちにバイバイです。バイバイ。バイバイ。ありがとう。この人の